はい、皆さんこんにちは、京都のマサです。昨日ですけどね、愛知スカイエキスポで愛のホログラムのツーショット撮影会ね、写真会があったんで行ってきました。まあ、今回ね、本当はね予定してなかったんですね、私ね、当初は、予定に入れてなくて、まあ握手会、次のだから6月の握手会の件を先に買ってて、でなんで今回行こうと思ったかっていうとね、まず松川美優ちゃんのね生誕祭に、入れなくて、まあ、当選しなくてね、まあ、その後もトレードを投げ続けてたんですけど結局入れなくて、まあ、それで彼女にね、せっかく1回目のねこう生誕祭なのに入れなくて申し訳ないなっていうところもあって、まあ、それで、行こうと思ってね、まあ、その代わりじゃないんですけど、あと今回ね、その入れなかった時の、そうですね、まあ、写真とかもちょっとお知り合いの方にね、買っておいてもらったんで、アルバムね、まあそういうのの受け取りというかもあって、ちょっと、はい、今回参加してきました。で、まあ私が訪れたところは倉本花ちゃんね、2部の花ちゃんで、3部の松川美優ちゃんで、あとはね9部の中坂美優ちゃんですね。まあ、この間が空いちゃったのはね、もうそんな感じで割と、直前になって撮ったんで、もう中ちゃんもね7部8部9部とあったんですけど、7部8部はもう完売してて9部しか撮れなくてね。であとそうね、優香たんとかね、もっと撮ってもいいかなと思って見たけど、もう全然完売状態で撮れなくて、でこんな456788って間の部が空いちゃったんですけど、まあしょうがないかと思ってね。で朝まず入ったのが2部ですね。でまあ1部の終わりぐらいについて、まあ状況を見てたんですけど、まあやっぱり1部はちょっとあれなのかな、こうね、通所とかでも、まあ、通常の握手会でもさ、人はそんなに多くない印象だったんですけど、まあ、2部ぐらいになってくるとね、だんだん人も増えてきてっていう感じに見受けられましたね。で花ちゃんがね、すごく可愛い衣装を着てて、天使の格好してましたね。前日ぐらいだったかな、靴をね、なんか自分でねデコレートして作ってまして、まあそういう配信も見てたんでね、ある程度こんな感じになるのかなって予想はしてたけど、でもまあでもそれ以上のこうクオリティというかね、ほんと天使でしたね。でまた花ちゃんにね、みゆちゃんのとこも行くのとか聞かれてはいと答えたんですけど、まあ、花ちゃんね、あんまり気にしなくていいんでね、あんまり気にしないようにお願いしますでその後は松川美優ちゃんね、松川美優ちゃんは制服キスですね、制服キスの衣装で、って聞いてたんで、この日制服着てくるなら僕もなんかジャケットでも着てった方がいいなと思って、まあそれで今回ね、
まあ、夏用のジャケットをちょっと着てね、まあ、帽子もかぶって行ったんですけど、ね、一応メガネもね、あの制服キスみたいな、うん、ちょっと細めのメガネにわざわざして、そういうチョイスで行ったんですけどね。まあ、松川美優ちゃんもね、うん、すごくあれでしたね、なんかハイテンションに迎えてくれて、あ、そうそうそう、松川美優ちゃんの例の時はね、僕ね一番最初に入ってたんで、まあ俗に鍵開けしちゃったんですけど、で彼女にはね、あのその前の日の配信でメガネをね、あの、うん、ちゃんと持ってくるようにね、あの忘れるといけないから家からあのかけて出なさいよみたいなコメントしてたんですけど、やっぱり忘れてね出てきたみたいで、でもあの取りに帰って結局、うん、後ろのテーブルに置いてあったんでね、あのメガネってね頼んでメガネしてもらってね、まあ、制服キスの衣装ですからね、メガネしてる方がねいいかなと思ってね。そうそう、みゆちゃんにあの僕が YouTube やってることを言ったら、それも知ってたみたいで、これ花ちゃんから聞いたのかな、どうなんかもう、あ、見てますって言われてね、逆にちょっとびっくり、逆にびっくりだよね、ご本人さんね見ていただけてるならね、ありがたい限りで。でみゆちゃんをお見送りして、でそうだね、あのみゆちゃんをお見送りして、そのミータンズのこうちょっとミーティングにも参加してきたんですけど、でその後ですね、うん、しばらくちょっと間を置いて、まあ私はちょっとお昼食べて、でゆっくり車に戻って休憩して、だいぶちょっと時間がありすぎたんですけど、でキューブ今度はね、中ちゃん、まあ、中ちゃんねやっぱりあのほとんどこの短文3部も、あ、3部キューブも完売してたんだと思うんですけど、789完売だからね、やっぱりそこそこ人は耐えることなくね、うん、回ってましたね。で中ちゃんの衣装はあのカップリング曲のね衣装でしたね。でまあ私はあのあれですよ、 FC 岐阜この間ね、その中ちゃんが出た時に、うん、買った FC 岐阜のあのホッケーシャツを着て行ったんですけどね、まあこれ中ちゃんがね一応なんか FC 岐阜のあれでは宣伝もしてたんでね。中ちゃんはね、あのちょうどラジオがね、うん、シャチモナカのラジオがちょうど終わり時間かな、このキューブの終わり時間19時だから40分ぐらいにシャチモナカのラジオがスタートするんで、まあそれをあの他のね、あの入ってた方がね、あのシャチモナカ聞くようにって言われたみたいでみんなあのなんか、うん、スマホからねシャチモナカ流してね、まあ皆さん聞こえてましたけど、まあそんな風にお見送りをしてね、まあさすが中ちゃんね、ちょうどすごいよね、このタイミング的に自分のお見送り時間に自分のラジオがやってるっていうね面白い状況でしたけど、まあなかなか、まあ、中ちゃんとか本当はあるね、なんか元気をもらえるのはいいですよね。まあ、そんな感じで今回のツーショットからね行ってきたんですけど、ツーショットはね僕初めてなんですよね、これ初めて経験するんですけど、まあ、握手会は うんでいいって思ってたんでね、あの別にあの自分が映るのってあんまり好きじゃないんですよね、僕私ね、人を映すのは好きなんですけど、カメラも趣味で
やってるんで、人を写すのは好きなんだけど、自分を撮られるのってあんまり好きじゃないんですよ、もともと。まあ、それに大体あのこんなおっさんの写真、おっさんとね、その推しの子と写真残してどうすんのって、そう思ってたんですけど、まあ案外あれですね、楽しいもんですね。で、考えようによっては、この撮ってる時間もあるんであれですけど、20秒ぐらいはありましたね。まあだから3枚分、握手券3枚分だと思えばね、3枚分でプラス写真が残ると思えば、逆にこっちの方が得なのかなみたいなね、気もしてきました。まあ、ただ写真を撮ってる間の時間っていうのは結構無言になる感じなので、まあ僕はボソボソこう言ってたんですけど、アクリル板越しにね、伝えたいことをこうボソボソって言ってたんであれですけど、何々をしたよとか、何々見てねとか、まあ、これそうですね、そういう風に使えば、握手会、まあ、トーク会か、握手してないからね、トーク会みたいなこう、感じでも十分ね楽しむ。まあただこの1回が3枚分なんで、 CD3 枚分なんで、実際はどう、3450円か1回でね。まあだからちょっと安くはないんですけど、まあそうやって考えたらね、ちょっとお話もできて、で写真も残るという思い出も残るよみたいな風に考えればお得なのかもしれないね、逆にね。で、トーク会だとなんかね、こういうこと話したいなと思っててもなんか話せずに終わっちゃったりすることもあるんですよね。まあそれは多分一緒だと思うんですけど、この写メ会でも、でもまあ撮りたいポーズとかがあってね、こんなことってリクエストしてなんかやり取りしてると、それで多分時間なくなっちゃうと思うんですけど、もうただハートを作るだけとかね、その相手に任せたポーズをするだけなら、あとはこうちょっと喋りながらね、写真撮ってもらうとか十分できますんでね。まあ、今後あれですね、こういうのも参加してもいいなっていう、気はしました。特にそうですね、握手会人気のある人ね、なかなかもうだいぶ前に完売になったりしてて、行きたい日がで、ね、取れなかったりするんで、この間ね、ランラデイツ公演行った浅井優香さんとかね、結構早い段階でもう全てそういう握手会もトーク会もね、完売しちゃってましたんでね。まあ、あと中ちゃんもね、今回部数が少ない、増えてないんでね、握手会でも、もう一部ぐらい増えててもよかったんですけど、増えてないからやっぱり早い段階でね完売になっちゃうんでね、そういうこの時は、だから今回中ちゃんを撮ったのもそういうことなんですよね。6月のね握手会がもう撮れないんでね、タイミングをこうだいぶ早い段階で撮らないとね、もう撮れなくなっちゃうんでね、まあそういうこのところへね行く時にはこういうのも一つの手だなっていうのは思いました。で、まあ終わってね帰ってきたんですけど、まあ、また今日もね多分やってると思います。皆さんね頑張って、今日は座りの写メ会ですね。まあ、どんな形かあれですけど、前はね大きいテーブルだったんでね、なんか
ちょっと距離が空いてた感じのものになってたんですけど、今回はどうなのかね。またそれでは何かね、こういうイベントことあったらまた動画にしたいと思います。それでは失礼します。ご視聴ありがとうございました。